応後ろの排気ガスを、うん、調べたんですけど、はい、数値は大丈夫です。大丈夫、はい、ありがとうございます。サイドスリップがですね、うん、結構ずれてましたので、うん、まあ、ライト調整が終わりましたら、うん、になった。はい、クジラガレージです。いつもたくさんご視聴ありがとうございます。はい、ライト外しました。この短い間にね、2回も外したりつけたりすることになるとは思わなかったね。まあ、車検のね、予備検査を持ってって、工軸が折れてないよということで、ここのネジな、これとこれをクリ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 回すと、どういう構造になっちゃうかわからんけど、多分中が動くんかな。開けてみたいな。開けてみたら分かると思うんやけど、まあ、開けん方がいいな。とにかくこいつを回らんのよね、こいつが。ネジ穴っていうかな。まあ、一応プラスの、あれはあるんやけど、どうにもこうにも回らんかったよっていう話。まあ、とりあえずね、回るようにさえしとけば、あとは、向こうの人が、お兄ちゃんがね、やってくれるんで。よいしょ。こいつは大丈夫。左のライトは大丈夫。右が回らんちょったり。これ回る。これか。これな、黒の跡があるわ。ハサミ切らんかったんやな。回ったんか。回ってるな。回ってるな。よし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 。よし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 。
方がいいかな。ここをこいつを引っ張るとほらここが動くんよな。こういうふうにこの中のこの反射板これが動くようになっちゃうんだよな。こいつ取れんのかな。あ、取れた取れたけど、これが取れんわ。固定されとるんだ。やめちょこ。いらんことせんとこ。で光の加減が変わると思うよ。わからん。はい、まあライトのねこの光軸、これはもう素人が目線でやったってどうもならんので、この後ろのネジがちょっと回しにくいけど、まあなんとか頑張って回してもらって調整またしてもらいます。まあそれでね、あとちょっと球を変えんといかんねんやけど、まあそれでライト周りはね大丈夫だと思います。そうやな、スピードの誤差がちょっとあったな。5キロぐらい。40キロになったら、ブザーが鳴るんやけど、まあ、本番の車検の時は、40キロ、自分の車が40キロにメーターが行ったら、クラクション鳴らすんやけど、昨日、まあ、東亜テスターさんでやったらね、40キロになった時にブザーがブーって鳴ったんやけど、その時はもう45キロぐらいだメーターはね。なんで5キロぐらい、メーターが遅いっちゅうことやね、実際のスピードより。そうやな、40キロやのにメーターは45キロっちゅうことで、なんやろな、タイヤの径が違うんかな。タイヤこれ純正のはずやけどな、なんかメーター誤差が出ちょんね。5キロぐらい、40キロで5キロっちゅったら結構大きい誤差やわね。
まああとはあのタイヤの空気圧とか、まあそういうのをちょっと満タンにしておかないかんちゅうのと、これね、まあ車高がちょっと微妙なんやな。あのダウンサスが入っとるんで、若干ちょっと前下がりになってる。後ろがちょっと上がってるから、だからライトの光軸がちょっと低かったり、あの俺もテスラ見たんやけど、あちょっと低い、ちょっと上げないかん、これをこう上げないかんやけど、まあ言うたら後ろのバネにちょっと下げれば上がるんじゃないかなって思うんやけど、まあ、まあその辺はいらこせん方がいいかなと思って、まあまあそんな感じで、あのライトはあのネジ回ったんで、なんとか無事に回ったんで、これでいいんじゃないかなと思います。はい、まあちょっとね、今から外装をちょっときれいにします。